やっほー、今日は髪の毛がチリチリですね、本当に。本当に髪の毛チリチリなんですね。フェス出演ね、思ったっておかしいかね。それなね、やったね。そうなんよ、ありがとうリップ。違うよ、あのあれだから、違うから結婚します。ちょ、本当にチリチリなんだよね、あのね、本当にチリチリなのよ。大丈夫だよ、何が大丈夫。あ、そう、お酢のやつ、こんばんは。え、 Gアラート出たの、いつですか。キュンキュンラブリー、ありがとうね、えリップありがとね。え、このリップって書かれること違うんだ。え、6月30日だね。ね、やばい。え、 Gアラートなの、知らなかった。やばいかな、やめた方がいいかな。ルカさん、本当にそうなんだよ。やばい、テレビ見てなさすぎて全然知らなかった。行く？ありがとう。二度目ありがとう。ニカの浴衣外れました。大丈夫かな。知らん、沖縄住んでる人いる？こんばんは。マジ？みかんの味方、おめでとう。え、マジ？大丈夫そう？昨日の人、沖縄の人いる？いない？さすがに。あ、本当だ。今来た。あのメールが、え、これどうすればいい、え、これどうすればいい。他にやってる人いますか、好きな人。え、大丈夫、家から出ないけど、違う、あの、いや、こんな時に配信してていいのかっていう、そういう話です。そのなんか地震とかの時に、あ、やってるのか。特会25人みかんと1週間で3回、ほんとだね。こんにちは、こんばんは。大丈夫かな。え、とか夜に、そっか、いつも朝とかのイメージ、夜なんだ。大丈夫かな。え、沖縄の人大丈夫ですか。今日疲れ、ちょっと疲れたかも。確かに、上から連絡来るか。そっかそっか。ありがとう。やっぱもうすぐでさ、だって、で、いつだっけ、次の制服の夢がもうすぐですよね。結婚します。だからちょっと練習してる。げっそりしてる、嘘げっそり
ってるわ、ちょっと嘘ですよ。全然大丈夫です。化粧してないからかな。大丈夫ですか。明日制服の絵と楽館、さつき市生誕祭、布団ね、ね、目公園。具合悪そうに見える。嘘、全然大丈夫だよ。見てください、こんな金色のシュシュつけちゃうくらい大丈夫です。意味がわからないけど、そう、さつき地生誕祭みんな申し込みました？それともさつき地の生誕だから申し込んでないですか？来週に、どういうこと、どういうこと、申し込んでませんか？日焼けしたかな、わかんない。腕は結構白い、なんか顔黒いね。なんなんだろう、顔色ないね、ガチで。それな、あ、そうなんだ。あ、え、そうなんだ。制服の目入ってほしいです、みんなさん。そうなんだ、6日も制服の目になってるんだ。これは知らなかった。ダダダン、そう、さつきちね、かわいすぎるよね。発表されてない、あ、出演メンバーは発表されてないんだ。申し込み画面もいけるの、そうなの。それはちょっとなんかミスですね。知らんかった。そういえばね、見てほしい、なんか見て、おばあちゃんがくれたの。明日出るってこと？あ、そうなんだ。からね、プリーズ。歌うところは？ええー。え、待って、星でわかんないけど。申し込み、あ、そうなんだ。ニュースに出てないよね。そうなんだ。じゃあ明日の、明日も、そういうことなら明日を我慢し遠しいですね、皆さん。私も明日を待ち遠しくしてます。あ、見てください、おばあちゃんからもらったんです。ほら。ほら、感動しちゃう。そう、なかったことに。そう、なんかいいのがあったから、でなんかママから、ママに渡してくれたんだって。ほら、明日朝配信しようと思ってる。なんでと、なんでかというと、あの午前中休校なので、だからハメイカ配信しようかなって思います。うん、手作り、最後は普通にお手紙だけど。ああ、あのスキー選手のですか。ほら、夜もする。でも朝って言ってもそんな朝しないよ、5時とかじゃないよ。早くて8時。ちゃんと見せて、これ。
こんな感じ。もうね、なんかね、おばあちゃん、あのこれはあのおじいちゃん、違う、お父さんの方のおばあちゃんからもらったんだけど、おばあちゃんとおじいちゃんからね、2人からの風でもらったんだけど、もうね、おじいちゃんとおばあちゃん、あのお母さんの方のおじいちゃんとおばあちゃんもね、あのね、もうね、母のことがね好きすぎてね、もう笑っちゃうくらい花のことが好きなんらしくて、なんか花の写真とかをすごい欲しがるって。で、配信とかもなんか見てるって。なるほど、ありがたいよね。だってさ、携帯とかもさ、そんなにさ、その使い慣れてないのにさ、そんな見てくれてさ、そう、字綺麗だよ。でもね、全然最近会えてないんだよね。てか雨やばい、雨やばいめっちゃ窓に聞こえる？これ見に来たことあるよ、ゲネプロ見に来てくれた。え、雨やばい、明日の朝雨やばいんだ。マジでめんどくさいね、本当に。雨とかマジでめんどくさい。ありがとう。雨降ってないの？え？めっちゃ雨降ってるんだけど、なんで？これ雨の音で合ってるよね最悪ね。え、イベントね、ハッピー。今日知った、局地的。うん、ありがとう、ありがとう。待って、みんなのところ結構降ってなくてびっくりしてる。あ、でも一気に弱くなった。初見です。初見なの？誰と同い年ですか？岐阜だけなのかな。え、でもさっき岐阜に住んでる人も降ってないってえ、私は、え、今異世界に飛ばされてる？落ち着くかな。確かに、さやちゃん2年連続見に行ってる。え、めっちゃいいじゃん。全然降ってないの、終わってる。そういえば、あの弟に誕生日プレゼントをようやく送ったんですよ。名前が変わってる確かにマレーシア、確かに。そうで、なんか弟に誕生日プレゼントをようやく送って、あの寮に住んでるんですけど、今弟が。そこに送って、そしたら今日なんか「お姉ちゃんありがとう」みたいな LINE が来て「え、大丈夫だった？」みたいな。何あげたかっていうと、結局めっちゃ悩んだけど、なんか靴と T シャツとカバンをあげたんですよ。何ヶ月遅れ？でも 2？ 今ほぼ 3？ そう、あげて。で、まあそう、マジでそうです。ちょっとね出しましたよ、ちょっとだから。で、そしたらさ、可愛くてさ、その普通に当時最初から3つあげる予定だったんだけど、あーちゃんにはまだまだですけど、見てください、これね、今日ねくれたの妹が。なんか UV レジンみたいなの好きらしくて、
今ハマってるらしくて、こういうなんかのをくれて、イニシャルと肉球のやつ。だから私は携帯ケースにつけました。弟になりたい人生です でもね、そしたら弟がね、もうなんか靴を履いて学校に履いてったらしくて、なんかその写真を送ってきて「早速履いた」みたいな、さつきでは。でもね、あーちゃんにもね買わなきゃ、ほんとに。そう、手作りすごいよね。最悪。さつきでにもねまだ買ってないからね。あーちゃんに何がいいかな。でもそんな、何しよう。181ありがとう。そう、今日ブレたんだよね、かわいいから。ちょうどね、ここに携帯になんかストラップつけれるようになってたからつけた。しかも花のそのサイリウムがその緑が入ってるから緑にしてくれたって。そうもありがとう。そうだね、結構あげないとね、妹にも。ティアラートまだある？まあそりゃそっか、まだ楽してないのかな。それ、好き？私も好きね。それな、そうなんよ。なんかでも無難に洋服かなとかも思う。なんかさ、その弟は高校生だから、正直そのなんかちょっとなんかそういう高校生の男の子ってちょっとなんかさ、おしゃれに芽生え始める時期というか、なんか人目をちょっと気にしだす時期って感じがするわけよ。てかそんな感じがするから、弟が。だからちょっといい T シャツとかさ、ちょっといい靴とかをあげたんだけど、小5ってむずくない？って。小1飲んでんのこれで。これね、めっちゃいいです、冷たいまんまで。キュンキュンラブリー。ディアルート解除された。わ、カラオケで焼酎作ってたな。難しかった。なんか水との割合。花が小5の頃、じゃ花が小5の頃さ、マレーシア住んでたわけよ。だからさ、おもちゃとかあんまり欲しくないっていうか、そのなんか何がある流行ってるかとか全然知らなくて、で自分の中で確かその流行ってたのが、自分の中でその流行ってた、流行ってたっていうか、なんていうの、ブームが、モニタリングってテレビあるじゃないですか。今もあるのか、あるか。モニタリングのなんか、ベッキーさんが やってた、キベさんみたいな人がいて、愛をください。ティアラート怖いよね。こんばんは。そう、キベさんの本をもらいましたね。なんだ、誕生日じゃないかな、誕生日じゃなくてクリスマスにもらったんかな。なんかね、キベ本ってやつをもらいました。こんにちは、ナナ。じゃあ、あるよ多分今も。ちょっと待ってて。なんかキベ本ってあったんだよこないだ。キベ本もあったし、キベ本と一緒に、待って、キベ本がさ、
行方不明なんだけど。だけど多分当時なんか布団分厚くないよ。当時なんか多分ね、あの花がキベボンが欲しいってなんかパパとかママに言ったのよ。そしたら多分2人とも花がベッキーさんが好きだと思ったのか分かんないんだけど、ベッキーさんの本をもらった嬉しいんだけどね。なんかベッキーさんの何これは、なんか心の扉ってやつです。 AKB 全ちゃんさんね、頑張ってほしい。え、売ってないよ。だから多分あのおばあちゃんとかに頼んで、なんかよくおばあちゃんとかがそれこそ花が小学生の時はあのチャオとか送ってくれてたんだよ。そう、おばあちゃんとかがね、日本のものをね送ってくれてたの。だからそう、そういうのだと思います。多分ね。キベさん夏いよね。それはめっちゃキベさんね好きだったんだよ。なぜかキベさんが好きでとかね、なんかそれよく知って、それなチャオをね、チャオをめっちゃ毎月送ってもらってた。でも結構みんなチャオ持ってたんだよね。チャオもだし、あとなんだろうね、キラリンレボリューションはね、ちょっと私幼稚園とか幼稚園入る前とか、そのモニタリング見れてないよ。多分なんか日本に夏休みだけ帰ってきてたんだよ。で帰ってきてた時になんか日本の友達、ちくちゃみそ出なかった。日本の友達がそのなんか幼稚園から一緒の子しか友達がいなかった。その子たちが多分めっちゃモニタリングって感じだった気がする。だってさ、小学生とかでさ24時間テレビ見てる人ってもういなくない？私毎年見てたんだから。24時間テレビしか見てなかったからね。逆に夏休みの大イベントだったから。12歳夏。で今ね、24時間テレビ、そう、日本に帰ってる時に24時間テレビが唯一の夜更かしの時でした。めっちゃおもろかったけどね、24時間テレビ。そう、募金もしててか24時間テレビのイベントとかに行ってた。イベントも行くっていう、結構なんか24時間テレビの期間はお釣り、おばあちゃんとかとお買い物行った時にお釣りが出たら募金箱に入れてくるとか、そういうことしてましたよ。24時間テレビの募金のやつがある時ね、募金が置いてあるところ、やっぱり置いてあるじゃん。こんばんは、ねえ、そうだから結構普通に24時間テレビ大好きだったんだよ。だからマラソンとかさ、みんな走っててさ、そう普通にあのなんか再現ドラマみたいなのもすごい面白かった。気にした30くらいの限界来てんちゃう。あ、マジ？めっちゃ面白いねそれ。え、もうね普通に本当に、だからね、私が初めて会ったのは芸能人は多分24時間テレビの時だったと思う。
なんか春日さんとかがいた気がする。あとスギちゃんとか、そこら辺を見た記憶があるけど、違ったかもしれないけど、ありがとう。そう、24時間テレビめっちゃ好きだった。そう春日、そう、え、武道館までは行ってないよ。普通にすごい、そこまでは行って、ここ2年の時か。でもだからさ、小5の時って何してただろうって思って。でもやっぱちょっと可愛い服とかは着て学校に行きたいなとは思ってたよね。とかさ、26秒です。マジそれ。キンキンラブリー。でもね、なんかね。でもね、今あげるものが結構大事になってくるよ、今後。だってこれ、それが中学でも使えるかどうかってだいぶ大きいじゃない。ポーチとかがいいのかな。そうじゃない？そう、なんかさ、でも財布とかでもいいけど、でも財布は可愛いの持ってんな。ねえ、長く使えるものがいい。弟はやってるよ、スポーツ。弟のプレゼントもあげたよ、小学生ね。ねえ、あさって届いてる。あ、ほんと？あさって？あさってってもらえるんかな？わからんけど。そうなのよ、小学生好み変わるのよ。てか多分まだ好みってものがない気がする。好きなキャラクター、なんだろうね。さ、意外と子供服ってさ、高いじゃないですか。だから子供服でもいいんだけど。そう、おしゃれ、直さない おしゃれに、飲むのもありがとう。マジ今日ルカさんの生誕行きたかった。本気で行きたかった。マジでいいな、行った人いますか、ルカさんの生誕祭。マジで羨ましい。コムサって何？図書券か。え、生誕は劇場行く予定でしたよ。全然、見に行きますって。てか、見に行く予定だったんですよ、今日。そう、めっちゃ悲しかった。普通に行く予定で、なんか何時くらいに行きますねみたいな感じにしてたんですけど、あれ、ピンクピンク白に戻ってる。レッスンが入ったんですよね、昨日の夜に。昨日の夜に急なんですけどみたいな風になって、レッスンが入っちゃって、まあ、レッスンっていう、まあレッスンですね。あ、そんな気になるレッスンじゃないですよ。そんなやつじゃないですよ。制服の目ね、出てほしいよね。さすがに。でも行ってみたら結構
行ってよかったなっていう感じだったね。赤い船で本当にそう、え黄色、え明日チームいいじゃん、え明日だっけ出るの、明日のやつか、もっと先だと思ってた。でもね明日もねちょっとね明日はレッスンじゃないんだけど、普通になんか普通にやばいから自分で、なんか今日は正直セーターを見に行く予定だったから、そうそうさつきちゃんね、すごいよね、明日も見れなそうだからマジで本当になんか予定詰まってるっていうか、なんか自主練しないといけなすぎて間に合わないから、そう、だから学校終わったらもうすぐ、明日いい公園にルカさんが出るっていうお話ですよね。本当になんかうーん気持ち的にもその歌唱力もやばいよね。ねミレイさんの代わりね覚えるのね、うーん私大丈夫かな。ほらありがとうございます、ね、ルカさんダンス綺麗だよね。マジいろんなことがやばすぎてやばいんだけど本当に。ねミレイさん怪我ね大丈夫なんかな、肩の肉離れみたいなの言ってたよね、大丈夫かしらね。ありがとうね、そう変わってたやつ、そうじゃあ歌唱力に焦ってるんじゃなくて、なんだろう別のことに焦ってるけど歌唱力もあるっていうのを聞いてああってなってる感じ、そうそういう感じ、そうなんか歌唱力に焦ってるというか、なんか練習に焦ってて、歌唱力のことも考えなきゃいけないのかという感じ。確かに歌唱力の日ショールームどうしようね、9時からだよね、でも29日も無理、29日はいける、朝やります29日は。 TBS1 は見れないそう心の余裕がない、そうそれです、だって歌唱力に結集いけるかどうかとか正直あんまり思ってないけど、あんまり思ってないっていうか、なんか別にいけたらいいな状態だから、なんかあれなんだけど、なんだろう、あそうみかんの剥き方終わりですね。29日は明日が28だもんね、29日は水曜日だから学校がないのでできます。30日は30日はどうしよう、なんか8時くらいかなやりたいけど、でもなんか今なんかそれで一回帰って配信すると練習できなくなっちゃうから、マジ悩んでるマジ悩んでる、おお、みかんの剥き方あるからね、無理はしてないけど、でもマジで
え、でき、あ、はい。でもそしたら毎日継続チケット、毎日継続チケットみたいなのがさ、もうあと1枚しかない気がするから。さすがに歌集力の途中でやりたくないんだよな。それこそ朝5時に起きてやるからね。生放送の実況普通に花見れないんだよね、携帯。そうなんだよ。でしかもさ、多分だけど音出したらダメだよね、そういうのって。スカパーモバイルなんてものがあるんだね。音ダメだよね。だからなんか イヤホンか。なるほどね。普通になんかさ、そうなんか見てない人からしたらさ、この人他のチームがやってる時にやっててみたいな思われても嫌だから、ちょっとなーっていう感じで。みんな実況してるの？そうなんだよ。なんかそういうことも言う人がいそう。なんかせっかく花がもしめっちゃ、そう結構なんかむずい。だからそういうの気になる。そうなんだよな。だから朝5時からやるかもしれない。もしかしたらね、もしかしたら朝5時からやるかもしれない。確かに。チャンネル契約してね。え、30日って何曜日ですか？ん？ 28 火曜。ああダメだ、木曜日は1限からだ。歌唱力それな。てか実況とかた何様ってなりそうだし、私からしたら。だって私さ挑戦してる身なのにさ、なんかただのっていうかそのなんか第三者じゃないじゃん。だから実況とかさできる身分でもない気がするから、実況はしないかも。こんばんは。朝5時から15分だけやろっかな。そうするわ。出演者だからこそちょっとあんまり、なんかファンの人がこの子いいねとか言うのあれだけど、まだ挑戦して1回目の、
そういうな、ちょっと私はね、しません。なので朝やります。チケットがね、もうあと1枚になっ、まだわかんない、後でまた確認してみるけど、そんなに枚数ないから、だからそうしますだよね、しない方がいいよね。それはそう、本当にそう。まあしなかったら寝てるんだなって思ってください。そうね、他の人もね、妄想見る人はいるね。でも5時半ぐらいからやるかも。謎に2時間待機、おもろ。でも家をいつも7時には出てるから、ちょっと本当にさ、前髪ボサボサすぎてやばいんだけど、起きれるはず。こんばんは。まあ、みんなはただ楽しみにしといてください。自分らしさ満開で、自分らしさ満載で歌ってきたので、でも分かんない、みんな花のさ、多分アイドルの歌しか聞いたことないから、これが初めてっていうことだよね。そのなんか普通のなんていうの、 J-POP みたいなのをさ聞くのが、それもちょっと緊張するな。だけどまあ、そのなんて言いますか、そういうなんかちょっと違いがあるかもしれないから、そういうのもみんな楽しみにしててください。制服の目も練習頑張ってるので楽しみにしててください。放送はあさってです。新たな発見が、え、ね、それな、みゆちゃんのね結婚をね、マジで楽しみにしてた方がいいよ。マジ楽しみにしてな、みんな。もうみんな楽しみにして、あのみんな、すみれちゃんね、ガブってないですか曲。でもなんかまあそうですね、今までで一番うまく歌えたんだ。そうなんだ。でもね、普通になんか一緒に練習してたんだけど、なんかよくカラオケ行ってたから、あの時期一緒にね、めっちゃうまいよ。だから普通になんか選曲めっちゃよって思った。いっぱいお互いに褒め合ってたから、あの時期は。最高。あ、そうなんだ。進んでほしいねえ。こんばんは、楽しみですね。でも
みんなさつき家生誕の当落も明日だから、皆さん楽しみに。今回初めてね、ほんえみゆちゃんね、本当にあの子はもう本当に素晴らしい。ダンスもすごい上手だし、なんだろう、なんかねみゆちゃんね、本当になんか羨ましい部分が本当にいっぱいある。みゆちゃんの本当に尊敬って感じの部分がすごくいっぱいある。いや本当にそう、さつき氏とみやびもねね、お時間いただいた。え、警報級だした、ガチ。うん、もう何気にすごい、嘘何気にすごい、ありがとう。いや今日さ、ファンの人のさ、あの誰かが上げてくれてたんだけど、なんかクラムと花って調べた時に、そうなんかあの制服の目の出演回数みたいな、なんか結構私多い方なんだって思って、嬉しかったです。いや本当にね、しかも大学明日は一つだけだけど、授業一つのために行くのがめんどくさいね。めっちゃ多い方だよね、びっくりしちゃった。なんかもっと少ないと思ってた自分が。いや先生ありがとうございます、ありがとうございますじゃない、ダメですね、台風が心配だね。あとありがとう、暴風だね、やだね。出てないのね、多分3回かな。ね、ほぼ出てるね確かにポジション多いから、でも確かにポジション多いね、一番多分え一番そうだよね、3個で切ってたもんね。でも頭がパンクしそうですよマジで。私はあの1回じゃできないっていうかさ、1回覚えて1回通すだけじゃできないから、あの本当に毎日3回ずつぐらい通さないと覚えてからマジできないから、で1回1回記憶を消しちゃうのマジで、本当に消しちゃって、なんかだから毎回思い出さなきゃいけないのね。で思い出すのにもまあなんとなくは覚えてるけど、なんかいろんな振りが混ざったりしてさ、なんかちょっとそう慣れやと思うけど、マジでなんか振り起こししたらすぐでもないよ、時間はちゃんとかかる。普通にね全然まだまだです。えね、近いプリン本当に混ざるんだよな。こんばんは、経験出す見たいです、二度目ありがとう、見たいです。まだね、まだ自信がつくほどじゃないけど、これから自信をつけていきたいと思いますよ。どんどんポジションを覚えて。こんばんは、どんどんできるようになって、なんか1年後くらいにはもう
制服の目楽しみだよね。私も楽しみ。全曲制覇？あ、ユニット？頑張る。わかる。ユニット全曲制覇したいよね。ね、でもね、やっぱ早く、そうね、いろんなのにやらなきゃいけない。制服の目入ってよ。仕切る、どういうこと？ドヤ顔で仕切るって意味がわからないですね。まあ可能性ありますね。もしかして小さくて一緒に、やばっ、お前さんには先生がね、全然めっちゃ勉強になる。真似、なんか私は結構制服の目で、くるみさんの真似をしたりしてたの。くるみさんの真似をしたりしてたの。やっぱり前にいる人の真似をしてたんです。だけどところどころ、くるみさんとか京子さんとかあんずさんとか、その11期の先輩のね、もちろんさくらさんもりなさんもゆうねさんもいいところをちょっとずつ撮ってたんですよ。だからそういう感じで、やっぱさ、先輩をが前にいるといいですよね。やっぱりニュアンスとかじゃないですよ、全然。ちょっと、うん、全然違うんですけど全然違うんですけどね。 MC の回し方マジでそうだよねMC ね、やっぱ MC 先輩いないとまだ不安なところはありますよね。こんばんは。岡山、なるほどね。公演みんな来てくださいね。DMM でも見てくださいね。待って、今何時ですか？MC そうだね。39分か。制服の目出てほしい。確かに。面白かったですよね。待って、あとどのくらい、あ、46分、じゃあ46分に終わります。当落ね、ドキドキするよね。明日っていうか、さつきちの生誕の倍率は高そう。なんか生誕祭っていうのもあるし、制服の目公演のなんだか新体制みたいな感じもあるから、2つの意味でなんか、そう、いろんな人がたくさん応募してくれてそう。いや、当たってほしいね。そうそう、先輩たちも出るから。そう、しかも土日っていうのがね、だからみんな当たってね。そしてさつきちのお祝いをしましょうね。二度目ありがとう。入れる入れる
入れるって言うんだ。祈ってるよ、みんなが当たること。お家からお祝いしてください。今度当たったことない。あ、マジ？そうなんだ。当たりますよみんな。でもなんかこうやって当たりますよって言ってて、サツキチヨシにも入ってほしいけど。確かにみかんの剥き方当たっちゃったらね。確かに思い出以上。そっか、11期の先輩3人だったか。みんな当たります。ちょっと複雑だけど、まあ、みんなさつきちのこと好きだから、発音もありがとう、さつきち。思い出以上で花出てきたらおもろいね。確かに幕を立った。ごめん、壇上読もうかな。スピーチ泣くのやつ。さつきちゃんね、可愛いからね。魂が飛んでた。壇上読みます。13位、カニラスカル、ありがとう。12位、いつもちょっと待ってね。青神が発売を持ってる青さの方、水木さんの青さの方、ありがとう。11位、黒猫、ありがとう。10位、カステラ、ありがとう。9位、桃星人、ありがとう。8位、メロンパイヌ、ありがとう。7位、黒猫、ありがとう。6位、パンダ、ありがとう。5位、よろよきた男性の方、ありがとう。4位、アマビエ、ありがとう。3位、リラックマン、ありがとう。2位、テニスボール、ありがとう。1位、キョムヒョークン、ありがとう。ありがとうございました。おやすみなさい皆様。もうそのぐらいの時間ですかね。おやすみ、またな。おやすみなさい。じゃあ明日朝だ、明日朝。じゃあね、またな。おやすみ。Yay! Peace! Bye bye! またね。朝の配信を、入れるわ。はい、バイバイ。またね。バイバイ。